こんにちは、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨についてちょっとね喋っていこうかと思いますけども、まあ画面を切り替えてこちらの方から見ていただきましょうか。ビットコインが目下528万3000つけてますよね。イーサリアムは15万前後に落ちたんですけども、値を戻してきて18万ぐらいになりました。これね、20万を突破して10万円ぐらいにはなると思うんですよ、イーサリアムね。まあ人によっては25万円ぐらいいくんじゃないのっていうこともありますけども、私もまだまだね、イーサリアムはデファイってものがもっと浸透してくるとさらに売れると思うんですよね。こんな価格ではないと思います。少なくとも5倍ぐらいにはなると思いますんで、一定額購入してホールドしてますね。で、その次は我らがエイダですよね。今4位になりますけども、カルダノ、こちらがね本当にねすごいですよ。今年中にどうなるんだみたいなね。私は600円とか900円、要するに今から5倍とかでうまくいけばね7、8倍になるというふうに踏んでます。まあそれはなんでなのかってことはちょっと長くなるんでね、私エイダの歴史は長いですからまあですんでね、長くなりますんでお話ししませんし、ちょっとね話すのめんどくさいんでそのぐらいいくんじゃないのっていうことにしといてください。よくねソースはどこだとかね、裏付けを出せって言われるんですけども、もうめんどくさいんで出しません、すいません。このね5年ぐらいですからね、私がエイダずっと見てきたの。だからソースって言われたら5年前のことから話さないといけなくなっちゃいますんで。あ、そうだ、チャールズ・ホスキンソンさんがソース、それでいいんじゃないですか。ぜひねチャールズ・ホスキンソンさんのツイッターフォローしてみてください。もう私がグダグダ喋るよりも直接開発者から聞いていただいた方がいいと思います。で、ポルトカドットってのもありますよね。これは今お話したチャールズ・ホスキンソンさんがどんどんやったらいいんじゃないのっていうふうにオープンソースをね、完全に利用することを推奨してるっていう形ですよね。で、ぐーっと下がっていって、今日ねお話したいコインっていうのがアトムなんですよ。これアトム2059円でしょ今、でチャートもこういう風にね赤いですけども、ちょっと大きくしてみましょうか。このコスモスっていうところのプラットフォームのアトムですかね。コスモスっていうプラットフォームですよね確かね。これが何者なのかってことなんですけども、にわかに注目されだしているってことなんですよ。これですね、アトムとは特徴から見通しまで解説ってありますんで、これを細かく読んでいけばいいんじゃないかなと思います。まあざっくり言うとですね、私のイメージするところのリップルと似たような感じなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、リップルっていうのは国際送金を助ける、要するにドルを円にするときにいちいち両替するんじゃなくて、リップルにすればリップルを介してあらゆる通貨にマルチカレンシーでいけるよって形なんですけども、このアトム、コスモスっていうのはおそらくですね、それを暗号通貨にまで発展させたんじゃないですかね。 ADA をドルにするときに、まあ、直で買えれるとかね。それこそ暗号通貨の取引所って今いろいろあるじゃないですか。多分あれがいらなくなるみたいな流れになってくるんじゃないかなと思うんですよ。違いましたらね、なんか詳しい方教えてください。私もね全く知りません。これから見ようかなっていうふうに思ってるところを先入観で言ってるだけですからね。はい、まあどちらにしてもね、宝くじみたいな感覚だったり、それからまさにこれを資産構築に生かそうとしたり、暗号通貨に対しての見識は様々ですけども、結果億万長者が何人か生まれて、残念ながら投じたお金がなくなる人が生まれるといういつもの営みがここでも行われるってことなんじゃないかなと思います。投資は自己責任で、余剰資金で慎重にやっていきましょう。それでは。